どうも、うかでございます。さあ、次はやっていきましょう。今日はいい天気だなということでね。うかくんおはよう。あ、アスカ、アスカちゃんおはよう。なんとかでも、今日いい天気ね。うん、どうした？え、ちょっと！アスカどうした？しっかりしろ！おい、もう大丈夫。まだって思って。ちょっと、もうめまいしただけだから。ごめんなさい、心配かけて。ここまで運んでくれたのね。重かったでしょ。ありがとう、うかくん。私のことで練習頑張ってね。アスカちゃん、いい子。本当にアスカちゃん、もう、彼女にするわ。アスカちゃん、彼女にするわ。意地でも。もう、それが俺の使命。俺がこのパワープロをやるのはアスカちゃんを彼女にするためである。そうに違いない。そうだそうだ、絶対そうだ、間違いない。10月20日クリスマスイブ、はい。あ、雪だ。帰ってケーキ並べよう。誰もいねえのかよ、アスカちゃん。アスカちゃん、俺はこんなに君のことが好きなのに、なんて。ちょっとこれは危ない思考な気がする。よし、年が明けたぞ。お、満タン。おい、うかくおめでとうございます。今日、おい、初詣行こうか。おい、さすがな、初詣行こう。人でいっぱい、おはようございます。たこ焼き食べるやんす。能力は、体調不正、能力上げたい。やっぱ能力だな。どう、おみくじ、どうだ、どうだ。え、基地、あー、基地か。大凶です。俺らおしゃれです。あ、ゆきちゃん。おー、よろしく。うい、たこ焼き食べないか。おいね、いいね。で、あ、ゆきちゃんの評価。できれば、アスカの、アスカちゃんの評価度上げたいな。一番アスカちゃん好きだから、なんとなく。守備上げて肩上げる。よし。で、パワーは一応 F2 だけしといて、あとはほっときオール、オーケーでいいや。で、休み。キャッチャーとしての機能ができればいいわ。どうしたんだやつ？俺ら高校に行ったら彼女ができるものだと思ってるやつ。みんなそう思ってるよ。うん、間違いない。そんなの自然できるわけないだろう。そうでやんすが、ああ、彼女が欲しいでやんす。ああ、そうだね。さあ、教室に戻ろう。それだけ？じゃばー、やっちゃう。ひひひ、いいこと聞いた？なになに？さあ、今から練習するでやんす。ん？なんでやんすこれは。よろしかったら今日喫茶店で待ってます。恥ずかしがり屋のサンタより。恥ずかしがり屋のサンタってなんだよ。うわ、ラブレーター。どうしたカメダ君。なんでもないでやんす。さあ練習だ。悪いでやんすが、おいら用事ができたでやんす。ふーん、じゃあ先にグラウンド行ってるから。もしかしたら練習行けないかもしれないでやんす。なんで？男になるチャンスでやんす。まあいいか、いいや、まあ、大丈夫かな。どこでやんすかね、愛しのハニーちゃんは。3時間後、遅いでやんすね。よう、カメダ。わわ、なんでやんすか。いや、練習が終わったから腹減ってさ。そこに座っちゃダメでやんす。なんで、誰か来るの？え、いやいや、誰も来ないでやんすよ。じゃあいいじゃねえか。俺カレー食いたいな。わかったでやんす。怒ってやるから早く帰るでやんす。へえ、ごちそうさん。さらに3時間後。おお、カメだやんけ。お前この時何しとんねん。ガイドさんでやんすか。実は、はは、それはお前から話するさ。平山に騙せ。マジか。平山くん。怒り火でカメだくんがパワーアップした。ちょっと見てみますか、能力。そこまでみんなパワーアップしてどれぐらい成長してんのか気になるわ。な、亀田くん。あー、パワーが D とかになったら上がってるね。あー、なんか確かガイドさんと同じぐらいになってるわ。で、俺、肩ちょっといまいちで、やばい、矢部くんに負けちゃうぞ、このままだと。頑張ってあげないと。で、もうね、武田くんのもうストレートはもういいから、俺的には三鷹くんは早く使いたいのよ。平山くんは特に成長してないな。でも全体的にあんま成長してる感はないんだよな。でも、ボブがちょっと強くなった。ボブ結構強くなってないか？強いね、少し。いいね。で、まあ、他はまあ、はいはい、鈴木くん、肩 D。まあそんなもんかな。普通、な、まあまあ、頑張ってあげてこうじゃないか。じゃあ俺は頑張ってあげるぜ、こっちで。よし、練習終わった。いいね。で、何しようかなっていうことになった時に、能力上げます。あー、パワーだけか。何が足りないんだ、今。あー、そっか、50だったんで、あと、技術力が足りないんだな。じゃあ、これかな。ノック。ノックでいいか、とりあえず。ノックでちょっと全体的に上げて。ん？何？あ、ガンダーロボの人形あるじゃないか。亀田くんにプレゼントしたら喜ぶかな。でも、俺このゲーム下手だし、どうしようかな。やるぞ！どうだ。ほら、あ、くそ！無機器、もう一回やろうかな。もう一回やって、もう取れたら帰ろう。あー、くそ。もう3回目、3度目の正直。3度目の正直、そうだ。そうに違いない。2度あることは3度ある。そして、どうしよう。もう一回やって。うん。5回以内に。よっしゃ、来た。オッケー。どうだ？ん？カメヤくん、これ。何でやんす？おお、これはゲーセンやってガンダーロボやんすね。へへ。取るのに苦労したよ。おいら、それ持ってるやんす。どうしたんです？あら、うかくん、それどうしたの？あ、これは。ふふ。子供みたい。ガーン。評価はどうだ？あんま変わんねえんだ。でも、やる気下がったの痛いな。陽子先生に電話してあげてもらおう。やる気あげの天才。よし。
で、これで能力で肩を C にします。よし、これでキャッチャーとしての機能、かなりいい感じになってるんじゃないでしょうか。もう一回ちょっと電話して、サイコチョに開けようか。肩 C ぐらいだったらキャッチャーとしていけるだろう。じゃあ、あとはもうパワーとか上げて、ひたすらパワー上げるかとはもう、強引。チョコもらえなかった。うわー、やる気下がった。めんどくせー。うろつくはいい。いや、あー、ちょっと妨害作戦やろっか。なになに、このお菓子屋みたいな、何です、なになに、ほいほいほい。これ使う、なになに、なんか、だから使い古したもう、あ、ダメな。パワフル航空行ってきた。俺さ、やべくのふりして、やべ、お菓子食らってきて、大丈夫なのかな。相手、ともみ、逃げ甘いのと甘いものを食べすぎると怒りっぽくなるんやで。それが虫歯になるかもしれんやろ。名付けて、ヘンゼルとグレーテル作戦や。あー、そう。ふーん。こんなことなら私がそのお菓子をもらっとけばよかったわ。あ、それならここに残りがあるんですよ。ありがとう。これを食べたら私もこれっぽくなるかしら。翌日。大変でやつ。パワフル高校の野球全員倒れちゃったでやつ。え上。頭痛だ、気がずる。ガイドウさん。あのお菓子一体どれぐらい古いのよ。もらったのが4年、4年前そりゃ効果がありそうね。また。わー、ともみ、しっかりしろひでー。大丈夫かな。あー疲れた。今日もよく頑張ったな。さて帰るか。うかくん、ほうほう。あーすか。もう練習終わったの？駅まで一緒に帰らない？もうその一緒に帰るよ。帰ろう。彼女、羨ましいでやつ。あ、仲間評価。仲間評価はまあいっか。そんな関係ないでしょ。能力上げて。もうどうしようかな。パワーは必要ポイント筋力だけだから。だからもうあとはもう、意地でもパワー上げていこうか。で、それで4番候補になるまで。なるかな。大丈夫、博士。2回失敗してんだもん、今のところ俺。相当損してるから、それで言ったら。頑張ってあげてこう。でも、これ、1回の練習で20も上がるって、なかなきゃいけない。お、カラオケ、行こう行こう行こう。うん。気晴らしがいいんじゃないか。カメラが一番下手じゃないか。定数の低かった人がラーメンみんなおごるでやんす。いいね。あ、やらない。やれよかった。くっそ。むかー。やってやる！いいね。受けて立ってるじゃないか。メキメキ R。何それ？またアニメソングか？そして俺は？しかし、ひどいやつだったな。さあ、何点ですか？ 85 点。嘘！あれで？さて、俺の点数は何点か？ 65 点。え？やったやったです。平焼きに勝ったです。ちょっと待てよ。どうして俺がお前の点数低いんだよ。歌が下手だからに決まってるでやつ。バキ。やったですね、この音痴。あ、こら、やめないか。そうよ。ラーメンだったらキャプテン奢ってくれるわよ。そうなんですか？やった、キャプテン太っ腹。こいつら。まだしっかりラーメンをおごるはめになった。まあね。あ、能力上がった。能力上がるならいいよ。本当に能力上がるんだったらね。亀田くん、そしたら相当成長。この信号長いな。黒脇出して。ちょっと待って。ダメ。何か聞け。ちょっと待って。何？お、危なかった。おう。血の気が下がった。あ、びっくりした。事故にあってなんかちょっと再起不能とかそういうパターンで嫌だなと思ったわ、今。展開的には。そういうことないだろうけど。怖かったわ、今。じゃあ、よいしょ。怪我率13%って結構高えな。まあ、しゃあないか、それは。よいしょ。何しようかな。あー、ちょっと、じゃあ、電話して。やる気を上げて。やっぱ、やる気は満タンにしておきたい、何より。それで練習効率変わってきますからね。で、怪我 25% は怖いから、回復しよっか。あー、どうしようかな。これ、ストレッチは多分体力さ、回復するんだろうね、多分。だね、ちょっとだけか。まあ、いや、今日の練習使いたいですね。何？あそこにジャンケンでジュース買わないか？怒ってくるんじゃないんですか？ほんと不便だな、俺。プア、おごってもらえたら美味しいです。まあ、いいや、仲間、血の毛がなんか、スナックをこの間ロッカーに入れてるのは、あ、それ俺の、カードのおまけだからもういらないんだ。違うだろ、カードがおまけだろ。ちゃんと食べろよ。いや、それまずいんだよ。だからといって捨てるなよ。じゃあ、わかったよ。いらないんだったら俺それ俺くれないか？そうでやんす。田中君にもらってくれば丸く収まるでやんす。そうか？貧乏に全てなすりつける。それがまた斬新。お、行ってらっしゃい。ねえ、ムカ君、私ちょっと様子見てくるわ。え？おいおい。一応じゃあ自分も行くよ。なんかありそうだから。おい、待ってくれ。あれ、見失ったぞ。あれ、あ、俺だけ学校の場所も知りません。なんだよ、それ。ん？どうしたのか？あ、おまわりさん、実は学校探し、待てよ、おかしなこと言ったらまずいんじゃないか？学校探してる？なんでもないです。怪しいな。ちょっと話を聞こうか。その頃。よし、引き上げるね。わかったでやんす。行ったな。よし、行くぞ。やっぱりこういうことだったのね。あ、96号。アマチュアの後で、プロが様に破壊工作を仕掛ける。私たち極悪高校生は万が一のために身代わりってわけね。しかし、極悪高校の利用価値はそもそもその程度の。じゃあどうして私は教えてくれなかったの？ボスの命令だ。それにしてもなぜわかった？古くなっただけのお菓子を食べてあんなにひどい目に遭わないもの。まあ、確かにね。
ボスに話があるわ。うん。最近学校で怪しい事故が続発してるんだ。あまり疑わしいことはしないように。帰ってよろしい。こんなことなら練習しなきゃよかった。あ、練習でよかったんだ。おお、赤とも、はいはい。知らねえですよ。で、どうした？探しに行こうか。で、何？あ、探しに行く。うん。おい、ともみ。そうだ、確か神社前に見つかった。お、いた。じゃあね。私帰るわ。お、あっちゃったじゃない。見つけた、ついに。キャッ、うかくんじゃない。なんださっきの怪しいやつは。今年新たな宗教か？まあ、似たようなものね。プロペラ団よ。プロペラ団？ほうほうほう。何それ。そんなことより探しに来てくれたの？ありがとう。いや、ごまかすんだよ。プロペラ団の存在。教頭先生、野球のみんなは立派にやってます。そうそうそう。うん、もう野球予想する理由ないと思いますが。あなたも恐ろしくないわね。あの、私女ですけど。ふん、言葉のあやよ。とにかく公式の試合で勝てなかったんだから、野球部は廃部なの。まあ、教頭先生、議論が平行線じゃよ。ここは一つ野球部に最後のチャンスを与えて。おお、最後のチャンス。なになになに、練習試合組みなさいよ。それでも負けたら、間違いなく野球部は廃部。マジか。ついに試合勝てば野球部存続。やったね。そう、次は。お、知らないわけ。でも相当妨害してたべ。いいんじゃん。赤とんぼ高校にすら負けてるのに。くそ。あ、もう練習じゃない。いきなりもう練習じゃないか。五角高校対白鳥学園。さあ、試合の展開を見て判断いけるかどうか確認しましょう。ゼロ。おお、おお、いった。おお、ちょっと待って待って、この点差は無理だろ。おお、よしよし、おお、1点返した。まあ、逆転して、逆転がすればいいんだな。というわけで次回ご覧ください。じゃねん。